막 깔깔. 화이팅 할거야 해봐. 하윤 씨는 인자만 그 그때 나가는 거란 더 많이. 아, 또 2人 います. めちゃめちゃ眉毛綺麗な人と 水 靴下が シナモン 이다 シナモン 眉毛人? 이즈나 そうなんだっけ? ちょっと聞いた前に切ってるやんけ映ってないうち私のことみんな聞いてるこういうのもう一回つけたくなるわかる眉毛が綺麗になったのは1時間前ですはいヒント眉毛が綺麗になったのは1時間前誰も知らんからなここにおるんだろうと思ういや美味しいねめっちゃ多分 飲めるもんなんこれこぼさず飲みやえ飲みたい昨日ハマちゃんに縛られた人って書いてえ正解やんなんでわかんない甘い情報でおいしいあんまりすごいかよくわからんよくわからん言うてもたよみんな自爆あなた<笑><笑> あ、全員分かってる人おるわ。すげえ。お味の方はどうでしょう。なんかよく分からん味してない。ひなせ。うまいうまい、めっちゃ美味しい。めんつゆ。あ、はあ、さん、美味しかったでやって。ありがとうございます。そう。全員ドラファンリフ。今、ちょっと夜ご飯タイムです。ラジコに備えての。 うんなんかあれうんさっきのお手手は皆さんの予想通りございます大体爪の形とかで分かりそうやなはいはいえ、分かったみんな名前忘れてないな一人だけ当ててる人一人当てそれ以外の二人は当てたえみんないや、映ってんちょっと 地味に君は映ったらあかんですいや、見えちゃうしたあかん今やねんそうなん映りたいなって思って映っちゃうんだけどねいつもちょっとずつあ紙袋がないなあ、やっぱ絵とかあるこのけ一歩え、ぎゅんまつげやってないのだるまありがとうみんな捨てる捨てようかはい<笑> 24やばいやばい25やんまだ大丈夫そうあ、いやまだ大丈夫まだ15秒大丈夫びっくりした全然人いってる今のがないよあはいそうきつねマルチみたいなグラフィーさんうんお掃除だけ ありがとうみんなだるまえ、これ美味しくない美味しいんけどやっぱ水が欲しいわあ、いつも手ありがとうあの水なの安いねんけどめっゃ入ってるおしげやんさんありがとうございますハートやっここっちなんかバグってんねんけどな携帯バグってるちょっと粉落ちましたねめっちゃ落ちたあ、もうやばいなんかバグってんねんけど携帯あ、いけるあ、ギリギリ間に合ったあ、ホリーさんもありがとう ロングソードさんも。ケイクさんもありがとう。おい、もうあっちに出演してなんか。そうや。内臓の今から。今から。出たらほう映ってる。やばい。わかるこのこめかみの。じゃあ、かん。ドラさん。わかるあんまわからん。あんまわからへんねんけど。こうやな。あんな、かんの時になるやつやな。全然わかる。 皆さんこんばんはうち、あっちでなかんねやのにこっちでこんにちはハースリオンありがとうドラマいっぱいありがとうこんばんは皆さんわかるわかるなんかうんはい、あの、あの、何してんの ちょっと美白やめてみるちょっとやめてみるやりすぎだろハースやってもハースはい<笑>
や。もうこっち全然こっちミス。こう。ありがとうみんな。ギフトありがとう。ナナホちょっとね。あのレイコちゃんもね一緒に配信してるんですが。うん。暑ないここめっちゃ。ちょっと。次やもんね。セクシーショット。次の枠ではね、あの人狼しますので。三人で？三人で人狼でどうなるの？無理や。え三人で人狼めっちゃ面白くない？いつかや質問見せ。ごちそうさまでした。今日の私の夜ご飯は。こんばんは。七本さん来てるでほら。ドラさんたくさんでそう。ドラさんたくさんなんですよ。もう取られへん。ほらこの後9時からはラジケオさんでラジオをさせていただきます。たとよくありがとう。こっちでさ 3人では無理やろうって1日目に終わるやろ。じゃあ今からタコワサをね忙しいな紹介しようかなと思って。じゃあ誕生日も出てちゃう。生誕祭出るから。あ、そうです。そう、生誕祭出るんですよ。そうで、なんか出れへんかなって言ってたから。そしたら、ハマグリなんか安定やったな。安定の食べたい。そしたら今度タコワサみんな楽しみにしててね。おつまみ系のものばっかり。なんかおっさんが人がいるさ劇場久しぶりに、うん、あ、そっか。そう、うちの時おらんかったからさ。そっかそっか。暑いよな。こっちも忙しいな。生誕祭の到着いつ？あ、あーちゃんです。本当にちゃんが眉毛がめっちゃ綺麗だ。やめてや。そう言われるとクソみたいな。見てみんな。母さんの眉毛の綺麗さ見て。そう言われると恥ずかしい。超綺麗。ちょうど先ほど眉毛サロンに行ってもらいました。あ、いいですね。そう言われると恥ずかしい。社長やって。あ、26日だよ。あ、私の誕生日の日に。そうなんや。おつまみみたいなのずっと食べてるんですけど、タコワサ美味しい。で、年齢サバ読んでるって。綺麗って褒めてくれてるわ。やった嬉しいです。ちょっとしてるね。行った甲斐ありました。やば、バターマーガリン。え、久しぶり。久しぶり。コマちゃん来た。この前オンラン話しかいないな。マーガリン推しですって人来たね。マジ、うん、やば。ねね、可愛いって来た。どっちがバターでどっちがマーガリン。母さんもちょっとわからないね。誰か知ってる人いたら教えてください。マーガリン推しですか、バター推しですか、どっちか。レイコ推しっていう人が入ってほしいなって。じゃあマーガリンな。めっちゃ覚えてない。覚えてない。全然覚えてない。違うの。なんかこういうイベントごととか知ってる人多いか。そうです。ハーサだよ。頑張ってんなと思う。みんなが大好きだ。ダンボールで何でも作っちゃう。めっちゃ嬉しいねんけどな。マーガリンはハーサ、マーガリンハーサって。あ、そうなんや。じゃあ私バターや。バターだ。思いよ、その思いも胸に。じゃあハーサ推しですって言ってるような声。違うよ。え、メイコン推しの。ああ、じゃあバター。あ、そうそうそう、推し。なるほどね。そう、えみちゃんもだからその時代の頃からだよっていうのに。なるほどね。嫌いから、普通に嫌いじゃないんだ、普通に仲いい同期。あ、ありがとう、ギフト。いや、メイコンもちろん仲いいけど、バカなことをするのはこの3人。ありがとう。確かに、うん、なんか可愛いね。じゃあ今から知りたりしよう。じゃあみーちゃん可愛い。じゃあどうもある。あ、でこうこう。みーちゃん可愛い。いらんこと言う。ありがとう、いっぱいギフト。ありがとう、こちゃんめし。うん、まあ、いいじゃん。ちょっとね、この配信で、いっぱいキラキラを23時でまでできないから、ちょっとこの配信で差をつけておきたいです。いいやで。あ、なんで、いい、いい、いい。社長です。まあ、いいんじゃない。いい、いい、まあ、いいんじゃない。いいんじゃない。ハート100個ありがとうございます。いっぱい可愛さを振りまいてる。キュッキュッまで、うん、ゆさあ、23時は、あ、そうや、ストーリーにあげとかな、歌ってほしい曲なんですかっていうの、雪の時に、
あ、もう5分前、あ、もう4分前ですよ。やば。早いな、15分って一瞬じゃない？やだ。川の大好きだよ。さあ、5位でキープできるかな。踏ん張れ。頑張ろう。わかるんじゃない？だるま100ありがとう。あ、ゆうたまさんも入ってた。ね、短いよね、一瞬過ぎ。まだまばたきしかしてないで。ね、みんな思い、ね、じゃあ、アリスと、あ、レインボータイム、レインボータイム、レインボータイム、イエー、フー、ハハハハ、歌って歌ってみた。ミラコスタ、ミラコスタが一番。レイコーレイコーレイコーミラコーミラコーレイコーミラコーレイコーミラコーミラコーミラコーレイコーミラコーレイコー。はい、うん、幅長いぞ。ミラコ頑張れ。以上です。熊タワー、熊タワー、あ、分からへん、熊タワーじゃない、熊来た今、モバメモ、熊タワー、ありがとう。ハルボーさん、熊タワーありがとうございます。来た来た、送るな、バカ。ありがとう、ありがてありがて。どんちゃんだ、縦乗りみんなしような、みんな縦乗りしたか。あ、ちょっと順位発表するわな、ちょっととりあえず発表するわな。あ、できた。13位柳さん、ありがとうございます。12位土のおささん、ありがとうございます。11位たーちゃんさん、ありがとうございます。10位堀井さん、ありがとうございます。9位ブラッキーさん、ありがとうございます。8位北さん、ありがとうございます。7位がゆめちゃん、ありがとうございます。6位がマミさん、ありがとうございます。5位がシンゴさん、ありがとうございます。4位がマグさん、ありがとうございます。3位がソウさん、ありがとうございます。2位がユータマンさん、ありがとうございます。そして1位カナちゃん、ありがとうございました。1位、あ、来たね、やばい、10連チョン。うわー、来た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 、縦乗りじゃないとあかんの。ありがとう、ケンタ。ミラーボールキングっていうあだ名ついてんね、この今ミラーボール投げてくれた。ありがとう。それでは次は23時にお会いしましょう。で、ラジコもぜひ皆さん聞いてください。お願いします。皆さん呼んでくれたかな、呼んでくれたかな、呼んでくれたかな。ちょっと後で聞いてみよう。ほら、皆さん、ハート祭りを盛り上げるためにキュンからのバイキュン。ハート祭りはね、せーの、キュンからのバイキュン。なんか私無言でも全然なんかいけるな、周りが騒がしいから。じゃあ最後の1分ちょっと踊っとくね、頑張ってきます。慣れました。キュンからのバッキュン、ワオ。ほら皆さん、ハート祭りでキュンからのバッキュン、頑張ってきます。これちょっと動くから、ありがとう、ありがとう、みんなみんなありがとう、ありがとうね、バイバイ。キュンからのバキュン、わー、頑張り、ちょっとあと10秒あります。キュンからのギャキュン、わー。あ、めっちゃ可愛い着たで、めっちゃ可愛いの。スペシャルギフトの時はめっちゃ可愛い、知ってる、バイバイ。